ピアノの他に他の楽器はなんか、高校1年の時にね、クラブでマンドリンやってました。マンドリン、チャカ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 チャってやった。あ、そう。よっちゃんさ、ギターと他に何本ぐらい持ってるんですか？ギターね、ギターね、いっぱい持ってるんだけどね、そう、もう数えられないの。数えない。そう、困っちゃうぐらいね、ほんと部屋がね、もうギターでね、埋まりすぎてね、パッパッて寝てるんだよね、うちで。へ、え、ぇー。嘘じゃあね、もうギターも今すごいでしょ。だからもうそろそろバンドなんかね、作る予定とか。あ、もうバンドね、はい、そう、ちょこちょこね、いろいろね、そう、作る予定はあるんだけど、もうそろそろね、もう実現しそうなんでね、僕は楽しみになりました。まあ、楽しみだな。それじゃあ、バンド作る前にね、これね、直子ちゃんと一緒にやりたいななんて思うんだけど、はい、やろうか。感じのお二人なんですけれどもね、直子ちゃん、はい、それから野村くんね、ようこそ、はい、お二人はラブラブショーを知っておりましたか？知ってたかっていうと知らない。見たことないし。でも記憶にはあるよ、遠い記憶に、はい、いいんです。そんなことは、二人でこうやってね、手つないで降りてきた感じどうでした？恥ずかしかったです僕はもう手に照れまくって私も恥ずかしかったです。はい、どういう風なラブラブカップルになりますか？とにかくあちらに見合い公開広場に移りたいと思います。はい、それではいよいよお見合い公開広場に移りたいと思っております。まずずっかけそうになっちゃいました、郁恵ちゃん。なんで分かるの、郁恵ちゃん。本当にラブラブショーにね、あの頃はずいぶんご出演くださったんですけど、今日はヨウちゃんとあんなとこ並んでますけどね、どう思います、このカップル、どっちがいいと思いますか？いや、最初は賛成の方だったんですけど、ブブブブ、でも、
いやーでも3歳とか言っちゃうとなんか姉代わりって感じもしちゃうし、あれ見てるとなんか私もまだそこに座りたいような気分だし、どういうこと言ってんじゃなくてよとか言ってやっぱり相手が違う。そうですか、わかりました。続きましてお隣にあの栗万太郎さん、ラジオでもってね、はい、あの直子ちゃんと一緒にペアをそれこそ組んでらっしゃるそうなんだけども、ラジオだったらいつも前に直子ちゃんっていうのは非常に優等生的なね、お話しかしないけども、なんかあなたがいつだと気を許しちゃって何でも喋ってるんだ。そうですね、私もついこの間結婚したばっかりでございますんで、それで気を許してるのではないかという感じもありますけれども、やはり言いません、ちらっとこんなタイプの男の方が素敵、ボーイフレンドに欲しいみたいなこと言ったことないですか。あんまり私は聞きません。今度は直子ちゃんがコロンビアのディレクターでいらっしゃるデビュー当時からのディレクターだった小池さん。もう断固早いと思うのでね。反対。まだまだ、今の直子にはね、彼氏とかボーイフレンドなんてのは絶対に早いと思う。いけない。それで野村君じゃあもうとてもじゃないけど。そうですね。可愛さが分かる。この年ですが、やっぱりあそこに僕が座りたいなって。何でそればっかり言ってもね。もうそれでは、そういうわけでね、小池さんパスさせていただきます。パスをおっしゃいますけども、ともかく、直子ちゃんから実はですね、ここでもって野村君にね、歌のプレゼントをお願いしたいと思います。はい。よろしいですか？はい。では、ムーンライトキスどうぞ。